第二のふるさとである沖縄の空港でグランドスタッフとして働きます。中学高校は沖縄で過ごしましたが、もともとは大阪出身だったこともあり、大阪の大学に絶対通いたいと思っていました。その中でも母大を選んだのは、大好きな韓国の言葉を勉強したい、苦手な英語を克服したい、その両方を叶えられる大学だったからです。卒業後は第二のふるさとである沖縄の空港でグランドスタッフとして働く予定です。私は子どもの頃から飛行機に乗る機会が多くありました。そこでいつも笑顔で生き生きと働くグランドスタッフの方々を見て憧れを抱くようになりました。すぐにこの仕事を目指そうとは思っていませんでしたが、桃内で偶然に参加した短期コースのエアラインスクールで将来の選択肢の一つとして考えるようになりました。韓国語の勉強や英語の勉強、ボランティア、教職、エアラインスクールなどやりたかったことには全部挑戦しました。特に韓国人の留学生と友達になれたことと、韓国に長期で留学できたことは入学するまで想像すらしていなかったので、自分でも驚くほどです。興味のあることには誰でも挑戦できる桃大の環境のおかげだと思っています。